はい、こんにちは、ナグモンです。パルセラのホームページを今見ています。先ほど発表があったんですが、再びパルセラの新加入選手が発表されました。栃木 SC より、榊翔太選手の完全移籍加入のお知らせということで、今日の午前中ヘッドコーチの吉澤さんが、栃木 SC から来ているということで、また栃木からの加入ということで、ゴールキーパーコーチも栃木からなんですが、まあ横山監督が栃木で監督してたということで、そのタッグを組んだコーチ、そして教え子が、まあ、来たという感じですね。で、経歴を見ると、SV ホルンに一時いた時あるんですけど、この当時は本田圭佑、僕の大好きな本田圭佑さんが経営に参入していた SV ホルンに、コンサドーレ札幌から榊選手が移籍したっていうのを僕少し覚えてるんですけど、でその後どうなったんかなと思ったら栃木でプレーしていたんですね。ぜひその SV ホルン、まあ、で本田さん、本田イズムを学んだかどうか分かんないですけど、その本田圭佑イズムをパルセラ持ち込んでいただいて、ぜひ還元していただけたらすごい嬉しいなと思っています。背は低めのフォワードということで、まあ、テクニックとかある型の、テクニックとスピードがある型のフォワードなんですかね。ちょっとプレーはよくわからないんですけど、はい、横山監督とおそらく1年一緒にやってたんですかね。ということで、横山選手のプレースタイルを理解している、横山監督もプレースタイルを理解していると思うので、ぜひフィットするのが楽しみです。じゃあ以上、速報で栃木 SC より榊翔太選手が完全移籍加入したというお知らせでした。以上です。